これを見て、これを読んで松木平に絶対に活躍してほしい以外の思いはかない。頑張れ本当に。本当に泣ける。世界に響け松木平。本当に本当に活躍してほしい。松木平は去年も今年も2軍を支え続けてきたから次は1軍を支える選手になってほしい。松木平という珍しい名前を世に轟かせることで、天国の母と祖父と体調の悪い祖母と多忙の姉、そして失踪した父に自分の活躍が伝わればという思いで野球をしている。一軍での登板楽しみ。もうファームのレベルじゃないもんな。支配下目前、そろそろ上がってくるんちゃうか。横浜で投げるのかな。木曜日空いてるけど投げるのかな。よかったじゃん。ばあちゃんも喜ぶな。もう当然の支配下やろうな。後半戦のキーマンになってほしい。今週末にファームで先発しなかったからあると思った。会見は今日かな。8連戦のどこかで先発させそう。今から楽しみ。おばあさんに1軍での活躍を見せてあげてくれ。おばあちゃんが喜んでるぞ。号泣はないけど粘り強さが売り。オールスター前にチャンス与えてほしい。土曜日ローテ飛ばしたから8連戦のどこかで先発かなと思ってたけど実現しそう。松木平には今は本当にチャンスだと思う。このチャンスを逃さず一発回答でローテに食い込んでいってほしい。松木平かと思った。頑張ってほしいと思うけどレギュラー選手になって年俸高くなれば父親も金に惹かれて名乗り出てくるやろうからその時彼はどう思うかやな。現状先発は足りてない。オールスター前に一度チャンスがあると思う。チームはまだまだ優勝を狙える位置にいる。松木平の活躍がチームを優勝に導く。まずはプロ初勝利を待っているぞ。プロ初勝利も松木平にとっては通過点。誰もが名前を知るでっかい存在の投手になってくれ。ウエスタンでの成績を見る限りすでに2軍レベルのピッチャーではなくなってる。本当なら今季はウエスタンで投げて圧倒的な数字を残してからでもよかった。